皆様こんにちは。この動画では ST のパートナー企業であるテレパー社製の評価キットを使った遠隔操作対応 UHF RFID ソリューションについてご紹介します。まずはじめに、高まる UHF RFID 需要の背景にある社会課題と UHF RFID 技術の概要について、2つ目と3つ目に評価キットの説明とデモンストレーション、そして最後にこのソリューションがもたらすメリットについて、以上4つのポイントからソリューションをご紹介します。 UHF タグを内蔵した値札導入が進んでいるアパレル業界に限らず、現在深刻化している労働力不足から製造、物流、小売、サービス業界では IoT やデジタルトランスフォーメーションによる省人化、省力化が喫緊の課題となっています。さらに昨今のコロナ禍によるソーシャルディスタンス需要も加わり、省人化、省力化はもはや企業経営の課題となっています。それでは、さまざまな課題の解決手段として期待の高まる UHF RFID の概要をご説明します。 UHF RFID は860から960MHz 帯で動作する一体多数の個体識別を主眼とした無線技術です。他の無線と比較して管理対象物の無線ハードウェア、つまり UHF タグのコストを下げられるため、多数の管理対象物を10メートル程度の距離から同時にスキャンするアプリケーションに適しています。アパレル倉庫やバックヤードの棚卸しなどはその典型的な例です。その一方で、高周波無線の設計ノウハウがないため、UHF リーダライターを組み込むことができないというメーカーが多く見られます。また市販の完成品リーダライターの物理的なサイズが大きい点や、上位システムとの接続ケーブルの配線工事も導入ネックの一つになっていました。このような背景で開発されたのがこの TPU-RID100SP1 です。 ST の 32bit マイコン STM32 と UHF リーダライター IC のST25RU3993 を搭載した小型低消費電力の量産型 UHF リーダライターモジュールです。そしてこのリーダライターにさらなる拡張性を持たせたのが評価キット TPU-RID100S-KT1 です。ローラなどの無線通信システムを介してクラウドへ UHF タグデータをアップロードすることができます。次にデモの構成を見ていきましょう。まずAmazon Web サービスのコンソール上から評価キットを操作し、 UHF リーダライターの送受信をオンにします。これにより遠隔地にある UHF リーダライターが UHF タグのスキャンを開始します。評価キットは読み取った UHF タグ情報を AWS へアップロードし、スキャン結果が AWS コンソールへ反映されます。今回のデモの通信にはローラを使用しますが、 SIGFOX や Bluetooth Low Energy、Wi-Fi でも同様のシステムを構築することが可能です。それでは実際のデモ動画をご覧ください。こちらの画面はアパレル倉庫内のイメージです。こちらは倉庫にある評価キットとそれに接続されたマット形状の UHF アンテナです。アンテナの上に衣服が入ったプラスチックケースを置きます。商品に UHF タグが貼り付けてあり、サイズなどの個別情報が書き込まれています。一方、右側の画面は倉庫から遠く離れた場所にある AWS コンソールの画面です。AWS コンソール上でスキャン開始ボタンが押されました。そしてその結果が AWS コンソールに反映され、遠隔地から衣服の在庫を確認することができました。では次に S サイズの衣服を1点出庫してからスキャンしてみましょう。ご覧の通り S サイズ在庫が1点減りました。いかがでしたでしょうか。このように UHF RFID とクラウドへのコネクティビティを集積させたこの TPU-RID100S-KT1 を使用すれば、システム構成や現場でのケーブル配線を考慮することなく、すぐに遠隔の在庫管理、物流管理システムの実証実験を始めることができます。また、入退室管理や
セルフレジも応用させることができます。 ST とテレパワー社による革新的な UHF RFID 評価キットをぜひご活用ください。